ムドラーはヨーガの高度な技法ですが、これを習得するにはバンダというのをまず習得しなければいけません。バンダには3つあります。1つは喉のバンダ。これはしっかりと喉を引き締める。で、2番目が肛門のバンダ。これは肛門の筋肉を引き締めます。この2つは慣れることによって誰でもできるようになりますが、問題はお腹のバンダですね。これは内臓を後ろにグッと引っ込めて、さらに横隔膜を上に引き上げるバンダになります。これは練習すれば誰でもできるようになりますが、コツをね、掴まないとなかなか最初は難しいので、まずはこの、練習からやってみましょう。このお腹のバンダはウディアーナバンダと言います。はい、この練習は立ってやるととてもいいと思います。立った状態から、前屈姿勢になりましょう。前屈姿勢になって、はい、鼻から息を吐きます。十分に吐いて、吐けない分は口からも吐いて構いません。で、息を止めます。止めたらグッとお腹をへこませて上に引き上げます。はい、この状態でしばらく息を止めて、はい、苦しくなったらお腹を緩めて息を吸いましょう。はい、一旦立ち上がってちょっと休んで、はい、で、呼吸を整えてもう一回いきます。はい、一旦息を吸って、はい、体を前に倒しながら息を完全に吐きます。空っぽにしたら息を止め、お腹をグッとへこませて上に引き上げます。この引き上げた状態でしばらく息を止めます。最初はなかなかへこみませんが、やってるうちにだんだん誰でもできるようになってきます。はい、苦しくなったらお腹を緩めて息を吸います。はい、これを自分のできる範囲に応じて何度か繰り返してください。はい、続いてこの応用でアグニサーラクリアというのがあります。このアグニサーラクリアというのは、お腹にある非元素、熱のエネルギーを非常に強めてくれるので、消化力が増したり、あるいは病気のね、治癒に非常にいいとされています。または体の体温が上がるので痩せる効果もありますし、あるいは冷え性とか、ちょっとね、体のエネルギーがない人もこれをしっかりやるといいと思います。ヨガ協定には1日100回やるといいと言われていますので、ぜひ試してみてください。はい、やり方ですが、今のウディアナバンダと同じような感じで、まず直立状態から息を吸って、はい、吐きながら体を前に倒し、膝に手を置いて息を完全に吐いて止めます。この状態からお腹をペコッと打ちつけるようにへこませ出します。これを繰り返します。ペコペコペコと、最初はゆっくりでも構いませんが、慣れてきたらリズミカルにペコペコと叩きつけるようにへこましたり出したりを繰り返します。で、ちょっと息が苦しくなってきたら一旦やめて、息を吸いながら体を起こします。はい、この1回で100回やる必要はありません。1回ではまあ数十回程度で構いません。呼吸を整えてもう1回やります。はい、一旦息を吸って、はい、吐きながら体を前に倒して息を止めます。この状態でお腹を打ちつけるようにへこませまた出す。これを何度も繰り返します。はい、で、また苦しくなったらやめて、息を吸いながら直立に戻ります。はい、これは当然できればお腹にね、余り物が入ってない時の方がやりやすいですね。朝起きた時とかはとてもいいと思います。